みんな大変、2023年のコールオブデューティーに凄まじい変化が訪れるねって、これちょっと怒られる。ということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、まんこです。ということで、まあ、今回ですね、ちょっとまあ、僕のね、まあ、今やってるね、MW2 がですね、まあ、2023年、まあ、もう今年ですね、もう今年からですね、もうとんでもない変化が、まあ、人多いな、これ。今年の MW2 はね、もうとてつもない変化が訪れるかもしれないということで、まあ、今動画をね、撮っているんですけども、まあまあまあ、そのね、まあ、どういう変化が訪れるかってのは、まあ、後々ね話していくんですけども、このねニュースに関しては、まあ、正直言ってね、朗報でもあり秘宝でもあるみたいなね、まあ、そういう感じなんですよ。まあ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 、詳しくちょっと話すからね、ちょっとまあ慌てんね。まあ言ってしまえば、僕が今から話すことって、まあそのコールオブデューティーのね、まあそのなんかリーク情報みたいな感じにはなるんだけども、まあ俺さ別になんで爆発しちゃう？なんで？まあ、正直さ、俺そういうなんかリーク情報みたいなのってなんか全然なんか動画化しないじゃないですか。なんでかっつったら、俺そんななんかリーク情報ってなんかどうでもいいっていうか、まあなんかこうただ単にね、なんかあ来年のコールオブデューティーは、BF と合併しますみたいな感じだったら、おおそうかそうかみたいな感じで。まあ、そういうなんかディーク情報系はね、なんかディーク情報でなんか再生数稼いでるね、実況者たちにこうなんかね、まあ、やってもらってね、でそういう人たちがこう旨味をね、なんか味わうだけみたいな、そんな感じだったんですけども、まあ、このディーク情報がね、もし本当だとすれば、まあ、ちょっとまあ僕たちコールオブデューティー実況者にも大きくね、まあ、支障が出てくるかもしれないということで、あ、これ一言じゃねえなみたいな感じで思ったんで、動画化をね、しているっていう、まあそういうことなんですよね。でも早速ね、どういうニュースが垂れ込んできたかっていうのを話していくんですけれども、まあ、突如としてね、なんかEAA っていうさ、まあ、みんなも知ってると思うんですよ。ね、あれ、なんですか、あれ、なんか、インポ、アナルアナルっていうなんかちょっとエッチなサイトがあるじゃないですか。で、あそこで、なんかいきなりね、2023年のコールオブデューティーは、CODMW2 の有料大型 DLC で確定化っていう、なんか急になんかバーンってニュースがなんか入ってきて、お、どうしたどうしたみたいな。お前、どうした急にみたいな。お、早くねえかみたいな感じでさ、と思ったんだけども、まあ、なんかその MW2 の、そのなんか何有料 DLC、大型 DLC が、なんか有料販売されるらしいんですよ。うん。まあこれに関しては、俺は、まあ、ぶっちゃけ、賛成。うん。まあ、俺自身はね、MW2 普通に、なんか、ネタ抜きで楽しめてはいるんだけれども、確かに、この状態で、じゃあ2年間ね、CODね、ずっと運営されてても、まあ、多分、まあ、半年後には、多分、ね、俺しかいなくなるみたいな、その状況が、まあ、起きかねないから、こういう風に有料大型 DLC みたいなので、まあ、再度ね、まあ、販売してもらって、で、そうすればさ、まあ、またね、このゲームに注目を浴びるわけじゃないですか。で、まあ、人口が増えると。うん、まあ、いいことじゃないですか。まあ、なんでね、おおむね賛成ではあるんですよ。でもそのなんか DLC のそのなんか内容みたいなのはなんかね、具体的にはね、まだちょっと分かってはいないんだけれども、まあどうせなんかこう DLC なんだろうな、限定マップとか、もう限定武器とか、でもう分かる、もしかしたらなんかもう BF2042 のマップが遊べるかもしれないみたいな、そんなねクソ仕様もね、まあ、絶対ないけど、そんな感じでね、通常版の MW2 では遊べないような特典みたいなものが、まあ、いっぱいなんかついてきますよみたいな、果たしてそれ本当になんか いるみたいな言われたら、まあちょっとまああれですけど、うん、あんまいらないかもな。まあそういうハッピーセットみたいな感じでね、特典が、まあ、いっぱいついてきますと。何をしてるんだお前は。おら、死ねお前。まあぶっちゃけた話、まあここまではね、まあ別に、まあ買いたい人はね、まあ買えばいいし、まあ買いたくないっていうね、まあ非国民の方は別に買わなきゃいいみたいなさ、まあ感じで、まあ割とかしどうでもいいじゃないですか。はい、まあそうです。まあなんだけれどもね、まあ正直ちょっと僕が一番恐れているのがですね、まあその DLC の MW、大丈夫お前。エッチな動画見てるもしかして。あ、待ってよ、これ。あ、殺さないで。なんで？まあ、その、有料 DLC の MW2 と、まあ、この今のね、この通常版の MW2 で、サーバーが分けられるなんていうような、もうクソ仕様がね、もし導入されたら、多分、もう日本列島で MW2 遊べなくなります。はい。もう絶対、マッチングしなくなるから、そうやってサーバーがね、分散されると。うん。まあでも COD 運営って、ほら、ね、アメリカとかにあるからさ、ね、アメリカだったら、まあさぞかしてね、人口もね、こう無駄にいっぱいいるからさ、ね、マッチングするでしょうよ、サーバー分けても。でも、日本でそれやったら、もう、終わるで終わる、普通に終わる、ちゃんと終わる。まあ別にね、まだこうサーバーが分けられるっていうことが確定したわけじゃないんだけれども、正直さ、サーバーなんか分けられる可能性さ、全然あるくないですかね。だって DLC 限定のさ、マップとかさ来たらさ、じゃあ通常版の人たちはじゃあそれどうすんのみたいな、うん、いろいろさ、なんか仕様的にそれどうすんのみたいな、なんかその懸念点みたいなのっていっぱいあるじゃないですか。自分で起き上がれるそれ、大丈夫？はいはいはい、起こさない。あ、ごめんなさい。
そうだからね、割とマジでこうサバをね分けられるっていう緊急事態が起きる可能性は全然あるんですよね。でももしこれがあの本当にそういうクソ仕様になってしまったら、もう我々コールオブデューティー実況者はあの死滅します。うん、なぜならマッチングしてないから。だからあの実況者ジャンルさんもあのもう明日からハローは確定ですみたいな感じで、いやまあまああの人は別にサバ系でも生きていけるけど、まあ、あの僕たちみたいな中堅となんかチンカスみたいな実況者とかだったらもう終わるよね。だってもう実況できない、もうマッチングしないからえどうすんのみたいな。でもさ、かといってじゃあね、実況者なのにね、その有料の DLC を買わないなんていうのはそんなもうバーミリオンサーぐらいにしかできないじゃないですか。うん、そだからもう買わざるを得ないと。でも買ったら買ったで、もうどうせ DLC 買う人そんないないんだろうから、日本だと。でマッチングしなくなって死滅していくみたいなあやばいやばいみたいな、結構焦ってる結構焦ってる。いやマジでこれどうすんだよ本当に。いやマジでサバ分けられたらね、あのもう皆さんも人ごとじゃないですからね。普通に MW2 もう、ね、遊べなくなる可能性ありますから、もうマッチングしなくなって、普通にねありえるんですよね。てか俺思ったんだけどさ、俺別に MW2 のこのゲーム自体は好きなんですけど、あの運営は別に好きじゃないんで、あだから言わせてもらうんですけど、この運営ってさマジ金の亡者だよな。このゲームさね、1万円でさね売りさばいといてさ、でなんかストアとかでもガンガン課金させてさ、で何2023年、あいやまたなんかね DLC 出しますっつってさ、なんかね7,000〜8,000ぐらいどうせするんでしょ。もうお金大好きやん。もうな、俺らのこと金にしか思ってないでしょ。やはり金でさ、実際そうで、でしかもねこの2023年に出るなんかねあのプレミアムエディションみたいなあの有料 DLC、 これあの運営スレッジハンマーです。はい、これクソゲー確定。終わった。あ、もしかしてスレッジハンマーをご存知でないですか。スレッジハンマーといえば第二次世界大戦のゲームでレーザー銃出してくるような、もうほんとエフランのね、あのエフランとエフランのなんか融合したもう帝京平成大学、不合格みたいな社員たちがいっぱい集まってる会社のことです。おーどうすんだ。はい、マスオです。はい、マスオです。はい、こんにちは。あ、待って、ガンシャされた、ガンシャされた。あ、こんにちは、こんにちは。あ、まあ、そうです。まあ、そうです。待って、ポイント取らせるわけにはいかない。はい、ざまあ。はい、お疲れ様です。このね、ショットガンね、めっちゃ強いんですよね。まあ、つっても、あの、コールオブデューティーね、やってる人は僕のリスナーでね、あの、もう半分もいないんで、あの、全然意味ないんですけど、この話。はい。いや、もう本当にこれちょっとムカつくんで、あの、ヘリガンナー出します。おら、スレッジハンマーの本社爆破させろ。おら、ふざけんな、マジで。ぶっ殺せ、ほんとに。ゼロキルなんだけど、これ。いた。はい、スレッジハンマーを、ダブルキル。トリプルキルもして、あ、待って、あれ、だ、はい。はい、スレハントリプルキル。あれ買ったお前、しぶてな。さすがスレハン。おらおらおら、スレハン死ね、スレハン死ね、マジでお前な。お前もうレジやっとけ、マジでお前、ほんとに。ね、コットのパッケージの中、レジ販売でもやっとけ、お前ら、バカタレが、ほんとに。おら、殺された。ということで、もしですね、あの、2023年のコールオブデューティーが、サーバーを分けられるというようなクソ仕様が導入されたら、ね、みんなで BF 行きましょう。